交流会？修験学院との？はい、そうなんですけれども、ティーゼったらいいよ。やっぱり今言わないでいつ言うのよ。どうしたんだロニー、そんな不安そうな顔して。すみません、せっかくキリト先輩や皆さんが頑張ってようやく交流を持てるようになったのに、私だけ不安がって。うん？相談なら乗るぞ。何がそんなに問題なんだ？交流会自体には特にこれといった問題はないんですが、その交流会に参加される方々が。あ、そういえば一体誰が参加するんだ？リピアさんにレンジュさん、それと暗黒術師ギルドのDILさんです。それはまた、なんというかそうそうたるメンバーだな。もちろん北セントリア定律修験学院の外部生という扱いですが、私たちの規律を守ってくれるのかロニエが不安がってて。すみません。いや、何もロニエが謝らなくてもいいだろう。しかしDIL まで俺たちの修験学院にか。正直想像もつかないですよね。ティーゼったら言い過ぎだよ。まあまあ、ティーゼが言うこともわからなくはないよ。俺だってその3人を相手に修験学院の手ほどきをするなんてちょっと想像もつかないな。でもお互いの溝を埋めるためには重要な任務だよロニエ。分かってはいるけど。そんなに不安なら一緒に手伝うよ。俺だってこれでも修験学院の生徒だったんだからな。とても助かりますね。よかったじゃないロニエ。はい、ありがとうございますキリト先輩。そんな大げさな。それにしても本当にその3人を相手に修験学院の体験入学なんてできるんだろうか。待ってください、勝手に出歩かれては困ります。うるさいわね。別にいつもの格好で問題はないでしょ。噂をすればだな。待ってください、 DIL 様。気安く呼ばないでちょうだい。失礼しました。
しかし一体どうしたんだ。貴様か。キリト、ちょうどいいところに。すまないが彼女を説得してくれ。説得ですか。そこの女が私にどうしても奇妙な服を着せたいらしいの。奇妙な服ではなく我が集権学院の制服です。そのために採寸をさせてください。いやよ、どうしてそんな格好をしてまでお前たちのお遊戯に付き合わなくちゃいけないの。あ、お遊戯だなんて言い過ぎじゃないか。 DIL、 お前のためにリーナ先輩も大変なんだぞ。ふん、そっちが勝手に騒いで勝手に盛り上がっているだけでしょ。関係ないわ。手厳しいな。まあまあそう言わずに。せっかくソルティリーナ様が気を使ってくださるのですから。レンジュの言う通りです。業にいれば業に従えというやつですよ。レンジュ、リピアも来ていたのか。はい、私たちのために人海人の服をご用意していただけると伺って、皆さんの制服にも以前から興味がありました。私も興味がある。 DIL、観念したらどうだ。ふん、暗黒騎士も多くも何も考えていない証拠だわ。失礼ながらどういう意味でしょうか。私は仮にも暗黒術師ギルドの長よ。よそ者からどれほど見聞を広められるかなんてたかが知れているわ。それはどうかな。思ってるほど世界は狭くないし勉強になると思うぜ。はっ、言うじゃない。わかったわ。じゃあこうしましょう。私がこの交流会で一つでも興味を引きつけられる内容があれば、暗黒術師ギルドを代表してお前たちに服従してあげるわ。服従ってそこまでしなくてもいいけど、要はおとなしく交流会に参加してくれるならそれで頼むよ。いいでしょう。話くらいなら聞いてあげる。よかった。では改めて採寸を。待って。はい。従うと認めたのはそこのキリトよ。キリト、あなたが測ってちょうだい。それってつまりキリト先輩が直接体に触れるってことじゃ。仕方がない。キリト、頼めるか。いやいや、なんでこんなことに。なーに、できないの。私の気が変わらないうちに。あら、じゃあそういうことなら私たちが寸法を測りましょう。ちょっと、なんであんたたちが私の体を触るのよ。やめなさい。こら、多くのバカ力。はい、おとなしくなさってください。それでは測りますね。離せ。こら。やれやれ、これから先が思いやられるな。Thank you.
3人分の制服はなんとか完成したし、机と椅子も用意した。 DIL たちがみんな揃ったみたいだぞ。はい、こっちも準備できました。こちらも整いました。頑張ります。我々修験学院の教えを少しでも多く知ってもらおう。ではみんなよろしく頼むよ。はい。いよいよですね、リーナ先輩。定律修験学院の生徒と卒業生として胸を張ろう。キリトも手伝ってくれ。任せてください。ではこれより修験学院体験会を行う。一同礼。よろしくお願いします。お三方とも我が修験学院の制服が似合っていますよ。ありがとう。とても身軽だし着心地もいいわ。少し恥ずかしいけれど、人族の服ってとても機能的なんですね。きつい。はい。胸元がきついのよ。これもともと誰の服なの？確かティーゼが用意していたような。ティーゼ、そんなに歯ぎしりしちゃダメだよ。まあ少し蒸すけど別にいいわ。それよりもさっさと始めてちょうだい。それでは一限目の講義は人界での貴族制度について授業します。おー、貴族制度ですか。はい、ご存知かもしれませんが、我々人界の騎士は与えられた領地や領民たちを外敵から守るために剣を振るいます。貴族たちは一等から六等爵までに分けられており、位が高い者ほどより多くの領地を預かることになっています。なるほど、剣の強さによって管理する土地が広くなるのね。ええ、その通りです。ただ貴族の位はほとんどの場合親から子へと継がれていくのが習わしです。剣の強さや才覚によって位が決まることはごく稀です。あら、そういうものなのね。不思議ね。ダークテリトリーでは完全実力主義だから強いものがより称賛される。それがこの世界の断りだと考えるわ。そうね、私たち多くの世界でもほぼ同じ考えです。ええ、もちろん実力で参謀や将軍といった要職に就く者もいます。ふん、でもそれって変よね。どういう意味でしょう。だって親が優秀でもその子供が優秀とは限らないじゃない。無能で愚かな上流貴族がのさばって下級貴族が苦労させられるってことだってあり得るのでしょ。鋭いわ。そうですね。人界は努力をしなくとも家柄で貴族がのさばるなんておかしな話よね。そう思わない、先生？それは、はい、全くもってその通りです。リーナ先輩、こりゃ手痛い仕打ちを受けたな。でもきっといずれはそういった社会を少しずつでも変えていきたいのでしょう。そのためにソルティリーナ様たちは頑張ってらっしゃるのだから。はい、いずれは貴族制度の問題点を解消し実力に見合った者が統治するより良い国家を目指します。なるほど。でも一つ気がかりがあるのだけれど、いいかしら。発言歓迎します。どうぞリピア様。つまりは人界も実力に伴った社会を形成するとなると、これまで高い爵位を持っていた上級貴族はどうなるのかしら。場合によっては持っていた領地を解放するのよね。それまで手にしていたものを奪われた貴族たちは果たして素直に従うものかしら。そうね、私が仮にそんな目に遭えば間違いなく反乱を起こすわ。ごめんなさい、つい気になったものだから素直に疑問点を挙げてしまったの。いえ、そういった指摘や我々の社会や文化に興味を持っていただくのが目的ですから。まあまあ、お互い平和的に解決できるように話し合いの場を設ければ良いのではなくて。
なるほど、それは確かね。うまくいくわけないわ。間違いなく戦争よ。午前の授業はこれで終わりにしましょう。ではお昼の時間です。ここからは私が担当します。修験学院では生徒たちに食事が提供されています。今日は修験学院のメニューを思い出して給食をご用意しました。あら、いいわね。お腹が空いていたから嬉しいわ。学院の生徒であれば衣食住が保証されるのかしら。そうですね、食べて体を作るのも大事なことですから。それは素晴らしいわね。騎士にとって体は資本だもの。学院では朝と夕の2回、決められた時間にみんな揃って食堂に集まり、祈りを捧げてからいただきます。まあ、美味しそう。さすがにこの授業なら妙なツッコミはないだろうな。食べる前には教会への感謝の言葉を捧げます。最後は皆さんご唱和ください。アバ・アドミナ。アバ・アドミナ、どういう意味なのかよくわかんないんだよな。うん、美味しいわ。人界ではこんなにも美味しいものがいつも食べられるのね。そうかい。ごく当然のことなんで意識したことはなかったけれど。そうね、我々だと日々の食べ物にも困ることだって珍しくない話だから。すまない、そういう意味じゃ暗黒界への配慮が足りなかった。でもこの給食はとっても素晴らしい文化だわ。私たちの世界で学院を作るとしたらぜひ取り入れたいわね。喜んでもらえたみたいでよかったです。お昼が終わったところで午後の授業を始めさせていただきます。この授業は私が師弟関係と上級修験士と初等練士の違いについてを主に説明しようかと思います。師弟関係、いい響きね。ぜひ学びたいわ。ふーん、私たち学院の生徒は定期的に行われる試験や学科、そして修練の成績によって順位が決められています。最初の1年は初等練士としてほとんどは学院の寮で過ごします。その際1学年上の上級修験士の先輩たちをお世話するのが常です。後輩が先輩の面倒を見るというの？もちろん上級修験士は初等練士に自分の剣技を教えます。私はユージを先輩に、ロニエはキリト先輩に。キリト先輩が初等練士の時はソルテリーナ様が教えていました。まあ、そういうことだったのね。剣技だけでなく礼儀の大切さも先輩から教わりました。1年間師弟関係で結ばれる絆はとても強いと思います。それはとてもいい関係性ね。自分の後輩の面倒を見ることで自分自身も強くなれるのね。なんか改めてそう言われると照れるな。くだらないわ。 DIL？ だって他人は利用するもの。自分の手の内をわざわざ他人に授けるだなんて、寝首をかかれても文句も言えないじゃない。そんなことは否定できるの？先輩が後輩に対して理不尽な要求をしてもおかしくないと思うのだけど。それぐらいでやめてくれ、 DIL。 キリト先輩、お前の言う通り確かに悪用する生徒もいたさ。だがほとんどの生徒は弟子が育つ楽しさに加えて後輩に追い越されまいと自ら精進する意識にもなるんだ。キリト先輩、ええ、そうですね、私もそう思います。そう、それがキリトの秘密ということかもね。何か言ったか？いいえ、何も。そろそろ時間ですね。簡単ではありましたが修験学院体験会はこれにて終了です。一同礼。とてもためになったわ。いろいろとありがとう。面白かったし知見が広がったわ。それに給食美味しかったです。まあ悪くはなかったわ。
胸元が苦しかった以外は。どうしたの、ティーゼ。お疲れ様でした。また機会があればよろしくお願いします。ええ、そうね。気が向いたら考えてあげる。よかった。少しでも認めてくれたのなら。ええ。今度はキリトから直接いろいろと教えてもらいたいわね。ええ冗談よ。